団地の今日のどっかでダイナマイト。うわー、気持ちいい。最高でございますよね。この風呂上がりのまたこの涼しいね、この風が吹いてくるのがたまんない。鯉がいるじゃん。さあ、鯉がいるじゃない。まさにカープでございます。うまい。本当だよ、カープカープカープ、広島カープ。あー、さあ、この放送の時はカープは何かな、ないんですかね。もう本当に1位であってほしいんでございますけどね。どうやったら回るんだ。最新だな。最新ですか。コードがなくてこれだ。あ、これ回りました。最新ですね。これは最新のやつ。よっしゃ、じゃあビールを飲みましょう。これからもよろしく。よろしくお願いいたします。どうぞ。冷えてんな。ああ、いいな。このまた風呂上がりのこういうね、こう外に出て飲むのが最高なんです。宇野くんが言ったように雨の時もまたよし、うん、炎天下もよし、うん、秋もこの虫の音を聞きながら、そうなんでございます。鯉を見ながらいいなまたこれ雪でもね、ちょっと寒いですけど、またこの景色がいいんです、うん、今日は男同士で2人もよし、はい、また1人はまたもっといいかもしれない。そうですね。あー、いいないかがでしたか。おいや、安田さんありがとうございました。はい、本当にもう今も話してたんですけども、はい、昭和から、はい、平成令和、うん、どん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 進化していく、うん、スピードがどん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 加速していく、うん、便利になっていく、うん、でも我々に日本人が忘れちゃいけないこのね、うん、景色リズムっていうのはここにありましたよ、まあ、残ってましたよ、うん、ありがとうございます。でもこれだけのものを残しておくというのは相当やっぱりお金もかかるでしょうし、気持ち的にもやっぱりそうですね、なんとか残していこうって気持ちがないときついですよね。日々どんなことを心がけて、まあ、ご商売というかこのお仕事ですか。そうですね、昔は地域の衛生を保つってことだったんですけども、はい、今は、まあ、皆さんお風呂入るんで、うん、どちらかというとリラックスしていただけるように、うん、なんとか、はい、この大島というのは1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、このゴルフ大会やったり、あ、ありますね、その地域の、はい、縦のつながり、横のつながりっていうのはしっかりしてますもんね。まあ、そうですね、はい、今ないよ、こんなのが。そうですよね、ゴルフ大会やるんだから、なかなかね、今、来ないですからね、そういうのね、やっぱストレス社会だ、これからも本当に。残していってください、はい、はい、日本の文化として残していきたいと思います、はい、いや、もうこれはもうぜひね、残していただきたいですよ、うん、また来ますので、はい、よろしくお願いします。いやー、最高だぜ。最高でございましたね。あー、いいお湯でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。いやー、ビールも美味しかったし、ね、最高の、今度はサウナも、はい、早くお願いします。支店の方もありますね。今度、あ、シャカツの方にあるんです、バーデンプレイスさんというのは。高さどちらですか。新庄です。あ、そうなんですか。はい、僕、西中原中学なので、はい、昔中原の富士通の裏ですね。なるほど。新庄にあるんですか。そうですか、そうですか。一丁目、この辺付近はあまりちょっと知らないんですか。ちょっと、おすすめのなんかグルメ、美味しいお店なんかないですか。目の前に七輪店って焼肉屋がありまして。ああ、焼肉屋あれうまいですか。はい、もう川崎はこの辺は焼肉屋はもう有名ですもんね。メインはセメント通りってところに ありますね。穴場で、穴場で、はい、そこら辺から来る人もいます。何時からやってるんですか。4時からかな。ああ、そうですか来てみようよ。僕はね、もう7時半までに食べ終わるっていうタイプなので、早いの嬉しいや。やっぱり地元の人に聞くのは一番だな。そうですね、やっぱり詳しいことをしてらっしゃいますから、やっぱりね、これからこのパターンでいこうよ、銭湯入って、
いろんな地元の方に。いいですね。川崎にはなんか35店舗の銭湯があるみたいですね。そうですね。なんとか残ってます。やっぱり第一に紹介してくれたって嬉しいよ。はい、もう良かったでございます。うん、これを、バーデンハウスと申します。古き良きものを残しつつ新しい設備でお待ちしておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。ダイマー！いやー、よかった。良かったですね。ここが七人亭だな。もう本当目の前にありますもん、ね。今日は火曜日休みだ。どうですか？嬉しかったよ。ねえ、早い時間からやってますからね。いやでもね、うん、大当たり。ありがとうございます。バーデンハウス、また頼むね。いやもうぜひお願いします、ね。また行きましょう。今日はもういい時間だから帰ろうか。そうですね、うん、もうねいい感じですからね、さあ、またね。またお願いします、うん。いやー、いい一日だったね。最高の一日でしたね、本当ね。楽しかったですな。川崎は深いぜ。いや今日はね、はい、ちょっと宇野くんにね、はい、まあ、プレゼントじゃないんだけども、まあ、ね、はい、ネタのプレゼントじゃないけども、はい、あのやっぱ芸人としてさ、はい、いろいろこう引き出しを持ってる方がいいじゃん。まあそうですね、うん、なんかあった方がありがたいです。そこであるネタをプレゼントしようと思ってね。ありがとうございます。やっぱりほら我々グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。